はいどうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。黒崎俊です。さあ、本日なんですが、レイドラクターゼッキーにですね、新しいお友達が増えましたので、ご紹介していきたいなというふうに思っております。絶身鳥シムルグっていうね、このモンスターね、実はですね、一枚書道になってまして、この絶身鳥シムルグを引くことによって、レイドラプターズ展開が可能になるんですよ。これどういう効果を持ってるかっていうと、シムルグデッキの時でもやりましたけども、自分のメインフェーズに自分が、超獣族を召喚特召喚に成功した場合に、手札のこのカードを見せて、シムルグモンスター召喚できると。で、こいつが召喚に成功すると、デッキからシムルグモンスターを墓地を送りながら、シムルグ魔法トラップを持ってこれる。っていう効果があって、まあ絶身鳥シムルグから持ってくる魔法トラップカードで、このエレブルズっていうやつと、あとそれから、ライゴってやつがあるんだけど、この、エレブルズっていうフィールド魔法が、活属性の超獣族がいる場合に、自分のフィールド上にね、そいつがいれば超獣族モンスターを一体召喚できるっていう効果があって、まあ、召喚権が増えると。だからもうエレブルズを使うとレイドラプターズ何でも出せるんですよ。なのでシムルグからエレブルズにつなげてその、フォースストリックスで持ってきたトリビュートを出していくみたいな動きをすると、ワイズストリックスフォースストリックス のムーブまでつながるんですね、こいつ1枚から。なので実質レイドラプターズってぶっちゃけテーマライダーと一番勝負がないんですよ。1枚で動けるカードって0枚なんです。なんでコンボパーツを集めて動いていくしかないんですけども、シムルグを入れることによってこいつが1枚初動になるんで安定感はちょっと上がるんですね、初動の。まあ、ただね、その元々レイドラプターズのデッキってどういう弱点があるかっていうと、その誘発貫通力がないんですよ。そのワイズストリックスフォースストリックスをするときにワイズの効果とかを止められてしまうともう何もできないみたいな場面になっちゃうんで、そこがね、課題がね、解決できたわけじゃないんだけど、まあ、ただやっぱ、一番初動があるってことは、まあ、他にね、誘発とかをいっぱい入れる枠ができるっていうことなので、誘発だと対策だを入れることができるっていうことなので、まあ、ある程度は、まあ、ちょっと強くなったのかなというふうに思います。ただ、シムルグを使うと弱点が一個だけあって、五神鳥シムルグとか数神鳥シムルグの効果使っていくんだけど、これね、墓地から蘇生する効果を使ってしまうと、自分超獣族しか出せなくなっちゃうんですよ。なんで例えば今までのレイドラプターズってソウルシェイブフォースとかを使ってサイバードラゴンインフィニティを出したりとか、まあ、そういう動きしてたと思うんですけど、あれできないんですよね。なので、まあ、数神鳥とかその五神鳥とかの縛りの中で一応できる動きとして、まあ、今回は王神鳥シムルグっていうモンスターが入っていて、でこのワイズから展開していって、王神鳥シムルグ出してアルティメットファルコンと、なんか王神鳥シムルグから出してきたダークネンシムルグとか結界像とかその辺のモンスターたちで戦っていくみたいな感じになりますね。はい。まあ、動かし方はね、見ていただければわかるかなと思うのと、あとシムルグ1枚からの初動はね、ちょっと動画で取り上げてないので、忘れなかったらちょっと概要欄に貼っときます。はい。なんかすごい文章なんだと思いますけど、展開で言えば一応文章にして残しておくんで、気になる方はそちらご覧いただければなと思いますので、早速ね、デュエルやっていきましょう。デュエル、スタンバイ。まあ、無限法要とエフェクトベイラーだけはケアできんね。ちょっと増殖するジーとか裏側はもう全然無理だけど。シムルキ君がね、やっぱ優秀でね、これ横並べられるんでね、なんか特殊召喚じゃないっていうのも優秀だし、一応増殖するジー、一応まあケアできてるっちゃできてる。できてる、できてるのか？できてないか、別に。で、これは、エルブですね。で、結局ですね、課題、その誘発貫通力みたいなのね、結局ね、上がってないんだよね。一応安定感はちょっと増したとこあるんだけど、ぶっちゃけなんかそこまでなんか、そのレイドラプターズの弱点って今までどういうことが多かったかっていうと、結局まず誘発貫通力が低いと。で、まあ、いっぱいモンスターを並べなきゃいけないっていうところももちろん弱かったけど、やっぱ結局誘発貫通力が弱かったんですよ。例えばワイズストリックスとかフォースストリックスを止められるだけでもなんかめっちゃ苦しいみたいなのがあったんですけど、これはトリビュートでいい、エレブルズだからトリビュートでいい。だからね、そこがね、なんかね、解決できてるわけじゃないから、なんかね、別になんかぶち壊れ強最強みたいなことではないんだよな。一応一番初動は増えたのが嬉しいですけどね、一応ね、シムルグの全身長で、はい。で、トリビュート効果発動する、まあこれちょっと1枚っていうか、モンスター横に並べちゃってから動いてるから、まあ、若干ちょっと分かりにくいかもしれないけど、なんか忘れなかったら一応さ、ルート書いとくわ、概要欄に動画ので。レイダーズウィングも、ミミクリーもどっちも使えるから最強スキル、
ミミクリーはレイドラプターズカード持ってこれるんで、なんでも。なので、レイドラプターズファントムクローを手札に加えていく。これはね、モンスター効果を無効にするカウンタートラップなんでめっちゃ強いですね。で、自分の持ちのレイダーズウィングの効果を発動する。こんだけやっぱ、横にね、鳥が並べば、まあ、それは強いですよ。相手妨害なんもねえんだな、これ。ここまで取って、取らせていただけるのであれば、まあ、それはか、強いですよね、ビアの場合。さあ、いけ、レイドラプターズ。ワイズストリックス、そしてワイズストリックスの効果を発動、自分のデッキから、レベル4の超持続モンスターを特殊召喚できる。割と出していいの全部出しちゃった。まあバンシングでいいや。そしてレベル4のモンスターでオーバーレイ、メイクの猛禽を闇の眼力で真実を暴き、鋭く書き詰めて栄光をもぎ取れ。エクシス召喚、左手をランク4レイドラプターズフォースストリックス効果発動。オーバーレイユニットを1つ使い、デッキから超持続闇属性モンスター1体を手札に加えることができる。うん、強いね。うん、強い。フォースストリックス過労死するからな、このデッキ大体。そして、ワイズストリックスの効果を発動。ワイズストリックスの効果により、ランクアップマジック、ファントムフォースをセット。レイザーズウィング、これ、あれじゃん。あ、ミスった。なんかレイザーズウィングなんか素材になってね、間違えた、まあいいや、ちょなんかすげえもったいない使い方しちゃったな。ストラングル出しちゃうとあの数作戦出さなくなっちゃうんですよね。なんでちょっと先にちょごめんレイザーズウィング申し訳ない、これめちゃくちゃ下手だったな。多分今だボスストレックスにレイザーズウィング巻き込まれてるんだこれで。王身長シミュリグをリンク召喚、全然レイドラプターズ関係ないけど。そしてランクアップマジックファントムフォースを発動、自分の墓地の闇属性モンスターをゲームから3体除外し、レイドラプターズフォースストレックスのランクを3つアップさせる。ランクアップエクシエンスチェンジ、現れよラックダウン、レイドラプターズアーセナルファルコン、アーセナルファルコンのモンスター効果発動。オーバーレイユニットを1つ使い、敵から超重族レベル4モンスターを特殊召喚、まあ、これで結界像とか出せるんですけどね、ちなみに。ちなみにね。で、レイドラプターズストラングルレイニアスの効果を発動。ゲート上に闇がいれば特殊召喚できる、めちゃめちゃぶっ壊れ効果、まあ、これこの効果の発動後自分は闇属性モンスターしか特殊召喚できない。レイドラプターズストラングルレイニアスの効果を発動、まあ、これで本当はレイダーズウィングを蘇生する予定だったんですが、これ完全間違えました、すみませんでした。特殊召喚、そしてレベル4のモンスターにあってオーバーレイエクシーズ召喚、メイクの猛禽がどうのこうの、闇の眼力がどうのこうの、レイドラプターズフォースストリックス。ちなみに王身長シミュリグのリンク先の超獣族モンスターが効果の足しにならないっていう効果がありまして、今アーセナルとフォースは対象になりません今ね。はい、あ、王身長自身もですよ。で、意味不明なブースターストリックス持ってきて、あのこのレイドラプターズぶん殴られたらなんか効果が発動するカードですね。で、ここでアーセナルをリリースしてフィールド上の、そしてファントムフォースを回収、アーセナルファルコンの効果、究極志向のハヤブサよ、あまたなる保有の意志を継ぎ勝利の天空へ飛び立て、ランクアップエクシスチェンジ、現れよランク10レイドラプターズアルデッドファルコン、はっけぇこのモンスターの召喚ムービーを見るためにこのデッキ使ってますからね。で、カードを2枚ほどセットさせてもらうぜ。ちなみにレイドラプターズアルデッドファルコンの攻撃では破壊されるっていう効果もブースターストリックスによってケアできている、完璧な盤面。あ、ちなみにブースターストリックスは何するかっていうと、レイドラプターズがぶん殴られた時になんか自分を手札から捨てるとその相手の攻撃してきたモンスター破壊するっていう効果がありまして、謎の効果で一応レイドラプターズアルテッドパルコを守るっていうね、この謎ギミックを搭載しております。今回のデッキとりあえずダークレスシミュレムの効果を発動し、すると魔法トラップカードが一応無効にできますっていう盤面ですね。ライトニングストーム、まあダークネスシミュレグ、これハカーナめっちゃ食らうんですけど、ちなみにハカーナめちゃめちゃ食らうんですけど、それだけ許してください。ハカーナめっちゃ食らうっていう弱点があるんですね、ダークネスシミュレグは。あぶね、オッケー、まあ、とりあえずライトニングストームケアできたので、一応ファントムクローもファントムフォースも折れるっていう感じですね。ファントムフォース、まあ、ハカーナだったらファントムフォース打つだけだ、まあ、正直かなりね、妨害数は用意できていて、まあ、それはいいか別に。やべ、60秒しかね。
分回すのに結構時間かかるから意外とこのデッキ時間ないわ。ファントムクローでモンスター効果無効、カウントトラップでファントムフォースで一応モンスター一体破壊できますっていうあのモンスターが出せるんだけど、エアレイドのランク6なんですか、それが出せるから一応、モンスター1枚破壊と、ダークネスシムルグの魔法トラップカード無効があるので、一応3妨害か、まあ、あとはアルティメットファルコンが出てるみたいな、アルティメットファルコンのところを妨害モンスターにすることも別にできるんですよ。結界図を出すとかもできますからね。これ結界図を出すとね、その若干なんだろうな、タイマー拒否感が上がっちゃいすぎてなんかデュエルになんねえんだよなあんまり。だからちょっとあの今回は出さなかったんだけど、一応今のあのアースナファルコンの効果でアルテファルコンを無視して結界図を出すっていう動きもあります。普通にでキラスの効果を発動する。でカードのコストを除外してもらって根こそぎアドバンテージがなくなってからファントムクローぶち込めばいいから、キラスの効果でコストを除外するでファントムクローぶっ込む、うおー暗いレイドラクタースファントムクロー発動、クシーズモンスターのオーバーレイントを一つ使い相手の発動したモンスターの効果を無効にする。そして破壊したモンスターの打点分自分のフィールド上のモンスターの打点をアップするが、アルティメットファルコンは打点が上がらないためフォースストリックスの打点を上げていくスタイル。あのアルテッドファルコンさんね、自分の効果も効かないんで一切打点上げることできないんですよね何の効果も効けないモンスターの、まあ、弊害といえば弊害なんですけども、まあ、あとはファントムクローでファントムクローじゃない、レイドラプターズレボリューションファルコンエアレイドで相手のモンスターを破壊するっていう効果が残ってますんで、まあ、そこの妨害を超えられなければ多分なんとかなると思うんですね。楽園の剣はなんか手札をなんか増強するコンボだよな。はい、で演武天気 OK です。相手まだ召喚剣使ってないもんな。トライブリゲードフラクトール OK、 了解了承、まあ、出てきた瞬間に殺すわ。ここだ、ランクアップマジックファントムフォースを発動。ファントムフォースの効果により自分の墓地の闇属性モンスターをゲームから2枚除外しフィールド上のモンスターのランクを2つアップさせる。ちなみにあのこのファントムフォースの効果も一切効きません、あのアルティメットファルコンは。なんでランクアップができない。やばい、25秒しかない。ランクアップエクセスチェンジ、あー OK、 それはいい、もうそれは全然いい、あー OK、 あー問題ない、 OK 了解です。でフォースストリックスのランクを2つアップさせるぜ。誇り高きハヤブサよ、英雄の血に染まる翼翻し革命の道を突き進め。これあの本当はレボリューションファルコの召喚候補なんですけどね。ランクアップエクセスチェンジ、アラロラッキョクレドラトース、レボリューションファルコンエアーレイト効果発動。エクセス召喚に成功した場合相手のモンスターを一体破壊しバンダメージを与える。つえあ、もう妨害ありません。さすがにもう妨害はありません。セット、まあそんな程度しかできないだろうな。カードをせいぜいいっぱいセットしておくといいぞ。なんでかって大身長シムルの効果で敵からリキュードが入るからだ。まあ、ちなみにもちろんミストバレーは入ってるぞ。ゆっけーよし、もう完封したな、これ完璧に。もう多分相手何もできねえ。んなカードに伏せ何ができる、あサッカーだ。何を話すんだこれ、同時かフォースかスレイスかそれはいいや、それはいいや、もうフォースストレイスねえし、なんならデッキの中にでアルティメットファルコンの効果、相手のモンスターがいない場合相手のライフに1000ポイントのダメージ、あと残りライフは4000、すげえ、もうバンダメージだけで4000削ったら強すぎんないか。ダークシムルも来たわ。アルティメットファルコンのモンスター効果発動、このモンスターのオーバーレイユニットを1つ使い相手はこのターン効果を発動させることができない。すべてのうん、言おうよいいだろ。アルティメットファルコンは何の効果も受けないため無限包容も効かない。アルティメットファルコンのアルティメットさ、あ最強カードだったわサウラスの方が強そう、無限包容を向こう、うわー最強やったぜここで役に立つもんな。ちなみにもう相手は何の効果も発動することはできねえ。アルテッドバレコンのこの効果マジ対話距離だよな、好きだわー、行こう、何でもいいよこれ、行け。アルティメットバレコンでダイレクトアタックファイアルグロリアスブライト、ずー好きだわこのモンスター、
一番好きかもしれん、もう遊戯王カードの中で。あー、ハンドはまあ割と悪くない。まあ高校を取らせられた分にしてはまあ、でもね、これね、結局ね、相手のね、誘発とか妨害を貫通する効果がないので、緊急テレポートか。いや、まあ止めるか。ちょっと、やめて。緊急テレポートは。テレポートはもう何されるか分かんないしな。サイキック族。サイキック族。緊急テレポートが入るテーマってなんだ？レベル3だからでもなんか何でも入るんだよな、結構。もう一枚あるんかーい。もう一枚あるんかーい。通りますぜ、ゴキブリくん。あ、通った、オッケー、通ったらまあいいや。通ったらまあ一応、いやでもな、言うてなんかその、無視してなんか展開されるの一番実はこのきつくて、いや、無視しないでほしい、俺の増殖する G は。北斜中、あ、パンクね。なるほど。これハリーファイバーなくなったけど、パンクって何すんのこれ。あー、エンド、オッケーオッケー、耐えた。なるほど。相手も増殖する G を貫通して動くほどの、っていうのじゃないってことかな。逆にじゃあ反応強いのかな、相手わかんねえな。これ強い、数シッチョからな。結構シミルが絡んでるとなんか横にモンスターめっちゃ並ぶんで、なんか割とね、何でもできるんですよね、結構。まあ超重力縛りがつくっていうぐらい、本当にデメリットは。でシムルグ出すでしょ。シムリグのこの条件がね、めちゃくちゃ緩くてね、超重力出すだけでモンスター召喚できるんで、自分を。まあ、自分じゃなくてもいいんだけど、シムリグモンスターを。だこれがね、超優秀。やっぱり。で、ご身長送って、これご身長も結局墓地から蘇ってくれるから優秀で。相手モンスターセットした方が良かったのでは、まあ、知らねえか俺のデッキが。どんなデッキかは。わかんねえよな。で、霊峰エルブルズ発動して、何でもできるんだけど、とりあえずシムルグ出しといて、はい。で、風属性鳥獣がいると、モンスター出せるんだが、まあ、とりあえず一旦こことここで、巨神鳥出すことあるかな。雷号持ってきたらレベル6にできるんだけど、フォースストリクションで出して、で、フォース効果発動する。フォース効果、オーバーレイユニットを一つ使って、あ、ご身長ちなみにオーバーレイユニットになるとね、除外される効果消えるんで。で、これでまたトリビュー出せばいいか。はい。で、数属性の鳥獣がいるんで、手札から鳥獣とかモンスターを召喚できる。で、これでトリビュート出す。で、トリビュート効果発動。自分の墓地にレイドラプターズカードを1枚送れる。レイダーズウィング。で、レイダーズウィング効果。この動きが、ね、できるんでね。なんか結構適当に動いてもなんか何とかなります、大体。なんか適当にモンスター横に並べといたら大体ワイズフォースはできるんです。はい。でですね、ワイズストリックスですね、こことレイダーズ残しながらトリビュートでワイズ出していく。ちなみにこれだけ結局ワイズストリックスゲーなんで、ワイズストリックス止められたら何もできないの結構ある。ちなみにもうね、超重力縛りつくから、この展開、ラスティバルデッシュ入ってないんですよ、一切。一枚も、入ってないんで、シェーブルとかも入ってないですね、一切。今回の構築は。で、ミミクリー墓地送って、これでですね、ストラングルレイニアスの召喚条件も整っているし、ランクアップマジックファントムフォースも出てくると。このなんか、ランクアップマジックファントムフォースセットになると世界終わるからな、このテーマ。マジで。そこが微妙っていうのがあるね。で、王身長シミルグを特殊召喚。さらに、ランクアップマジック。ファントムフォースを発動。レイドラプターズ、フォースストリックスのランクを3つアップさせる。ランクアップ、エクシーズチェンジ。あれあれよ。ランク7。レイドラプターズ、アーセナルファルコン。さらにアーサーファルコンのモンスター効果発動。このモンスターの効果によりオーバーレイユニットを1つ使い、デッキより超重族レベル4モンスターを特殊召喚。レイドラプターズバニシングレイニアス効果発動。自分の手札のレイドラプターズネクロバルチャーを特殊召喚。そしてレイドラプターズストラングルレイニアスの効果発動。このモンスターは闇属性モンスターが存在する場合、手札から特殊召喚ができる。この効果の発動後ターン終了時まで闇属性モンスターしか特殊召喚はできない。自分の墓地のレイダーズイングを蘇生し、
そして2体のレベル4のモンスターでオーバーレイ、冥府の猛禽よ、闇の眼力で真実を暴き、鋭き書き爪で栄光をもぎ取れ、エクシェンス召喚、開いせよラクキオン、レイドラプターズ、フォースストリックス。そしてフォースストリックスのモンスター効果発動。このモンスターの効果によりオーバーレイユニットを1つ使い、デッキ距離レベル4超持続闇属性モンスターを手札に加えていく。そしてレイドラプターズミミクルレイギアスの効果により自分の敵からレイドラプターズマジックトラップカードを1枚手札に加える。さらにレイドラプターズネクロバラチャーの効果発動、アーサルファゴンをリリースし自分の後ろランクアップパチックを回収。アーサルファゴンの効果発動、究極志向の早草よ、あなたの保有の意思を継ぎ勝利の天空へ飛び立て、ランクアップエクシェンス戦士現れろ、ランク10レイドラプターズアジェットファコン。かっこすぎでしょ、かっこすぎっすよねこのモンスター、やマジで。レイドラプターズアルテタルコンの効果、オーバーレイントを1つ使い、このターン相手はカードの効果を発動できない。バトルだ、これが散っていった友達の痛みだ。うおーかっけー、ファイナルグロリアスブライト、アルティメットファルコンゲーすぎるなこのデッキ。ライゴーケー裏の向きが浮いてる、これはまあ反応的には割と強いんじゃないでしょうか。まあ無限抱擁とエフェクトベーラーなおケアできないっていうのはあるけどね。結構ねやっぱその通んなかったら負けみたいな感じのデッキだから、初動を通すために陣掛けをしないといけないっていうのは、その妥協転換みたいなことないの でしかもなんかそのなんだ盤面をもう一回作り直すとかもできないんですよね。あの例えば楽園デスピアとかであれば、まあ通んなくても次のターンまた楽園融合を打てればなんかなとなるとか、まあ、あのフアンダリズだったらなんかもう一回イーグルに引いたらいけるみたいな、そういうパターンあると思うんですけど、ただね、シブレグとかって結構その、まあ、エクストラデッキもメインデッキもかなりあの枚数使って盤面作っていくテーマなので、なんかあんまりあれなんですよね、こう、作り直すというか、いうのがちょっと難しいテーマになってますんでね、まあ 通りそうですよね、これ通りそうなんでいいですけど、まあ、通んなかった時のことが結構大変という話はある、まあ、とりあえずミミクリーで持ってこよう。ライゴーがあるときは、ライゴーを使って、通信帳とシムリグ持ってきて、エルブルズで、手札の、トリビュートを出すみたいな感じです。はい。これでね、フォースストリックス作って。まあ、あれ展開そんなに難しくないかな、こっから。あとはまあ、こっからなんか適当に、横に並べて、ワイズストリックスからのフォースストリックスやっていいんで。はい。で、フォース作って、で、エルブルズで、トリビュート出せるんで、でトリビュート出して、でトリビュート効果でレイダーズウィング落としてみたいな、ね、ミミクリも、墓地落ちてるんで、そういう時はなんか、ワイズストリックスで持ってくるモンスターは結構なんでもよかったりしますね。このなんかスクロールがすげえしにくい、マスターディエル君で、レイダーズウィング効果、またはここからワイズするだけ。ネクロバルチャーの効果発動、アーサナファルコンをリリース、究極志向の早草どうのこうの、ランクアップエクシーズチェンジ、現れろランク10レイドラプターズアルテッドファルコン。ちなみにアルテッドファルコンは何の効果も受けないんで、シムルグのリンク先は開けといていいです。シムルグのリンク先のモンスターとシムルグが対象に取れないっていう効果なんだけど、超重度だったらアルテッドファルコンはそもそも何の効果も受けないから、別にあのシムルグのリング先に出す必要ないんで、セットしまして、セットしまして、墓穴はねちょっとねセットしちゃうと8にならないんですよね。これちょっと難しくて、こういう時オーシンチョシムルグの効果でダークレシブル出していきたいんですよ、この盤面。闇属性しかちなみに出せないんですけど、これね、レベル8なんだよね、ダークレシブルが。だから、ここで、墓穴をセットしちゃうと、出せなくなっちゃうんですよ、ダークレシブルが。なんで、墓穴をちょっと一回もうなんか無視するみたいな感じですね。ここがなぁ。うわぁし
久しぶりに打たれたこれ。おい、お前リリースしすぎだろ。うわうお、いけ、うららちゃん。やばいことが起きる、やばいことが起きる、やばいことが起きる、やばいことが起きる。危ない危ない、ラーもよく侵入入ってるからできて、やばすぎるぞ。怪獣返してビートじゃねえか、怪獣やばねえ。うわあ、レイドアウト、ブースターストリックスの効果を発動、相手のモンスターを破壊。よし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 、耐えてる、なんとか耐えてる。レベル4、いやこれネクロバーチャーさえあればなんとかなるのか。いやこれ多分言ってレイダーズリングいるから、一応エクシーズモンスターを並べるとか。俺のモンスターリリースしすぎだろお前、ふざけんなこいつ、くたばりやがれ、くたばりやがれ。人にカード押し付けて勝手に返してもらうの迷惑すぎる。あ、でもワンチャンあるかこれ、ミミクリーシム力ワンチャンあると、ミミクリーシム力できると。いやこれどうだろうな、レイダーズナイト、レイダーズナイト上重ねられっから、レイダーズナイトからのレボリューションパリコンがやられるのかな。こうなると攻めてなくなるんですよ結構このデッキ。いや行くしかねえか、レイドラプターズ、ミミクリーレイヤーさ召喚、絶身長シム力の効果を発動、超時速モンスターが召喚に成功した場合自身を手札から召喚で、シムルグ効果発動、シムルグモンスター墓地に送って、でシムルグ魔法トラップカード持ってこれるか、これあんま関係ない。でレベル4のモンスターみたいでオーバーレイ、エクシーズ召喚、現れよレイダーズナイト、キーン。レイダーズナイトはファントムナイツ、エクシーズドラゴン、またはレイドラプターズエクシーズモンスターを上に重ねることができる。さらにレアガッパジックファントムフォースを発動、ロック、いやロックが一番強いと思うんだよな、アークリビオン出してもワンケン取れないんで。いやこれはレベルじゃない、ランクを2つ上げよう、自分の墓地で存在する闇属性モンスターをなんか ありえないほど除外して。いやこれファイナルフォートレスファルコンとかもあるんだけど、結局リリースされたら終わりなんだよな。これね結構ね、レボリューションファルコンエアレイドが強くて、破壊されるとレボリューションファルコン出してこれるんで、破壊にはそこそこ強いんでね。いきましょう、革命の道を突き進め、ラックアップ、エクシエンスチェンジ、あらあれよ、ラックロック、レイドラプターズ、レボリューションファルコン、エアレイド効果発動、相手のモンスターを破壊しバンダメージを与える、おらくらえ、よし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 、出しとくべきなのかこれ、これ出し、一応出しとくべきかこれ。これあれだな、怪獣ってさ1体しか処理できないからさ、これいっぱい出しといたらワンチャンこれ次のターンに展開使えるとない。あの王神長シムルガンを使ったから、ワイズ出して展開伸ばすとかできるかもしれないな。とりあえずこれ出して、やばいやばいやばい、時間ない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 時間なすぎ、笑った、やばやば、時間なすぎ、笑った。でセットで、バトルフェーズ入ってもすぐエンドしよう、即座にエンド、即座にエンド、ゴー、残り15秒、これこっから展開伸ばすことできるかな、もう次のターンに。いやでもねこれ怪獣デッキだから、でもそんな簡単に処理なく、あ、いや大丈夫だ、まだレボリューションファルコンは出る。まだ俺にはレボリューションファルコンが残っている。さあ破壊され、そして怪獣が出てきて、そしてレボリューションファルコンをやられてる効果発動、相手によって破壊された場合、デッキからレボリューションファルコンを特殊召喚できる。レボリューションファルコンは、特殊召喚されたモンスターとバトルを行う場合、相手の攻撃力をゼロにできる。さあ耐えてる、まだわからない。そしてモンスター効果はファントムクローで無効にできる。バトルいいだろう。レボリューションファルコンは殴られない。ああまあまあそれはいい、やばいやばいやばい、残り9秒やばい、残り9秒やばい。いや違う、絶対出しとくなくてもよかったから、これ出しとくのプルミだったくせえな。わあ
げるって。どんだけリリースすんだよ。俺のモンスターどんだけリリースする。みんなマジで。ちょ、打点高っ。3300抜けねえし。所有者の刻印禁止にしようぜ。あのカード強すぎるわ。